この番組は楽しさ、遊びやすさ、笑顔をお届け、マックススロットジークの提供でお送りします。それではこれから後半戦始めていきます。そんな本日はですね、朝からスーパーブラックジャック2に座っておりまして、全投資2000円、そして出段番が現在500枚ちょっとある状態です。今の状態ではプラスというわけで、台の状況的にも初当たりが軽くてですね、ちょっとまだまだ粘っていこうかなと思っておりますので、後半ちゃんと勝てるように実践していきたいなと思います。まあ、前回も前半に出玉を作ってプラス収支だったのに、後半でね投資いっちゃったんで、ちょっとそんな風にはならないように、今日こそプラス収支で帰れるように頑張っていきたいと思います。それでは後半戦いってきます。はい、それでは後半戦始めていきます。頑張ります。なんて定番のやつやってみたりして、頑張ります。おっ、ざわざわ、なんか弾いてたかな。わかんないけど、あ、なんか発展しそうだね。お、チャンス発展か、うん、発展だ。ダメだね。そう、終わっちゃった。なんか今更なんですけど、111は弱い、あんまり当たらない。やっぱ333の方が。あとなんか連続演出行った時のステージ、このステージで連続演出行って、連続演出終わった後にこのステージのままだと、もうちょっと回した方がいいですよっていう、前兆起きますよっていうらしいです。捨てチェーンしない時がチャンス。そう、さっき読んだんだ、仕入れてきちゃった。追加だ。あ、入りました。リーチ目です、ございます。ちょっと吹いすぎたんですけども、またまたすぐ当たっちゃうね。ポイント。え、こぼしてないよ。あ、リアボだ。ほらな。カメラマンさんがデタラメばっかり言うから、もうなんかわけわかんなくなってます。うん、リアボビック。何かやってほしい？そうですね、1回しかやってないから行きますか。ニャボの時のストック一応するはするんですよね。ね、順調に過ぎてっちゃいますもんね、ベル揃って。ラスト、さあ、あっという間に終わりました。234枚。じゃあ行きますか。なんだかんだ165ですからね。マジで333には当てないと、これ出玉が大変なことになる。だから大事なんです、後半が大事なんですよ、どっちかというと。最近後半に出るっていうのをね、味わってないですもんね。リード、これ当たったかと思っちゃいますよね。あー、3までいって、ね、おお、4はログリーズ。あれ、あ、あれ、外れ目でいいのかな、これ。あ、リーロック3段階で強チェリー以外はリアルボーナス確定。入りましたね。そうなんでございますよ。わー、というわけでレインボー、音がいいね。
まあ2打厳しい。ああ。ペックのリアルボーナスでございます。さあ177ゲーム青ビッグ。さあ始めろよ。まあでもリアルボーナスですからね、半々。そんなに期待は。次がラスト。ああ終わっちゃいました。234枚。ちょっとグラフ見よう。昨日がなんかすごいですね。山あり谷あり、ぐっちゃぐちゃ。私のはなんかキリンみたい。かわいい、キリングラフ。さあ次なんですよ。行こう。あ、行った。待って待って待って、4回目でしょ。ほら行った。おーい、スイカか。スイカじゃねー。あー、そして終了と。もうでも枚数取れましたよ、102枚。やばい、なんかキリンからネッシーに変わってきた。ネッシー、ここもうちょっとこのグラフが上に行ったら。そんなこと言ってる場合じゃないんだよ。さあラスト。あっ、超えた。本日初の333ゲーム超え。いやーとか、この先がですね、思いやられますね。あとね、お4回目で8点。あ、ルーレットですけど。あー、おー、ネクスト。なんかチャンスアップ的なのもないんですね。おおおおお、頑張ろう。あ、チャンスいった。今チャンスって出ましたよ。マジか、マジマジマジっすか、ここで本当に。というわけでね、危ない。これ見て、2皿1000円。そう、クレジットと合わせて1000円のところで当たりました。8です、8。はい、もう嘘でしょ。ここで、そうです、もうあっさり終了。ちょっとしか増えなかったんですけども、まあまあまあ頑張りましょう。ちょっとここでもう一回早いとこ当てて、もう111過ぎたら一回考えようかなと。ああ、おやつ大変だぜ。手玉がないぜ。コイン飲まれてしもうた。ああ、ついに毎度おなじみ投資のお時間がやってきました。追加投資せずにここまでやってこれたのに。ああ、入れるか。ちょっとこれ、ちょっと台探し行ってみる。だってこれ333でしょ、次の狙い目がね。え、なんかちょっといい台があれば座りたいなと思うんですけど、なかなか難しいとは思うんですよね、この状態で。ちょっと待って、今さら十字架なんて、今さらはちょっと。置きトロもう埋まっちゃってるか。
ほらこうなってくるとさ、やっぱりジャグラーに行こうかってなっちゃうんだよね。でもいい感じの当たり方してるね。すごい軽い。333まで追ってみようか。おお、333まで追ってダメだったら最後やっぱ ペカチャンスやりましょう。はい、とりあえず333回転まで回してみようかなと思います。まあお金もそんな使ってないしね。今年2016年全敗してるかもしれないですよ、ね、むしろそっちを目標にってバカバカこれ見て、本当だね、滝だね、もうこれ。もう一丁、もう一丁、もう一回見に行こう。もう一回さっきの確率よさげなやつ座られちゃってるか。あー出てる、あー出てた、2回当たってて出玉が。まあノーマルタイプだからね、しょうがないけど。これ何ですか？ミラクル、これでミラクル起こします。ミラクル行こうか。さあそれでは神谷玲子ミラクルでミラクルを起こします。さあというわけでスーパーブラックジャックス手玉飲まれてちょっと333ゲームい、まあ、キリがいいかなというところでやめてきまして、こちら初打ちミラクルやってまいりました。正直どんな台なのかは全く分かってはいないんですけども、ちょっと打ってみたいなと。とりあえず今、スーパーブラックジャック2で2000円じゃない、1万1000円でしょ。なんでこれ9000円残ってるんですよ。この9000円勝負しようと思います。いやなおさら9000円勝負するならノーマルタイプに行けって思ったと思いますけど、今日はね新しい台にじゃんじゃん触っていこうと思います。じゃんじゃんっていうかもうこれでおしまいですけどいやそれはやこう引いてモードを開けてボーナスで、これもねボーナスの連チャンで手玉を増やすと天国に入ってその連チャンすれば一挙に大量手玉出ると。なんかざわざわミラクルチャンス、よくわかんないけど、あ、もう全長終わり？あ、なんか、あ、消しルーレット、あ、全然だ。お、音符。終わったの？おい。いやでもちょっと当てたいですよね。ここまで当ててみたいです。で結局さ当たるまでみたいな感じになってずるずるいくんでしょ。なんだなんだ、おーおーミラクルちゃん、2回目、ブイブイブイ止まって、ああもう一回ですよね。はい、おしまい。
切り離しちゃいます今日は。ちょっと外し頑張るんで。なんでそんなこと言うの、私の5000円なのに。ちょっとさ、マジ無責任すぎる。けど求められたら答えたいからお金入れるよ。ミラクル起こす予定だったんですけど、いやどうしたんだろうね本当に。なんか何かが、ね、何かが狂ってる。あーお願い、この1000円で奇跡を起きてほしい。ちょっと最後、ちょっと皆さんの先輩方のちょっと打法なんかありますか。じゃあアラシステムゼロ式では、アラシステムゼロ式発動。なんかあるよ、なんか出たよ。あーリプレイ。はい、じゃあ次ハートブレイクショット。これ意外に恥ずかしいんだよな。見ます。子役ばっかり来ますね。じゃあ神谷玲子の嘘見た方。マジでここで入ったらすごくないですか。あ、記者ポッポ。やばい、中途半端ななんか感じになっちゃった。さあラスト。おお神よ、おお神よ、ラストに力をくれたまえ。せーの、反応した。ああ生き延びた。もうここは行こう。ねえねえねえ、おしまい。もう573回回したし、何やってんだよ。はい、お金なくなりました。ミラクルでは当たりを一度も引けず終了ということで、もう本日の実戦解散。もう無理だよ。ああもう帰ろう、もう戦えないよ私は。いや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 、もうどうしたらいいんですかね、これは。どっから撮ってんのよ本当に。ねえ、どうしたらいいんですか私。だって4回続けて負けてるんですよ。今日だって朝一で1000円で出て、後半の途中までそれで持たせてたのに、結果飲まれてお金入れて、最後なぜに謎にね、なんかミラクルっていう台を打ちまして、ミラクルでミラクル起こすぞだってね、調子いいかと言っといて、もう当たりすら引けないっていう。あ、収支、そうですね、今日の収支はと2万円投資の回収ゼロです。毎度おなじみゼロです。もう打ちたい気持ち、まだまだ打ちたい気持ちあるんですけど、ちょっとね心折れてしまっておりますので、今日はこれにて実戦は終了したいと思います。どうにか次回こそプラス収支で終われるように本当に頑張ります。もうそれしか言ってないですけど、私のことは皆さんほっといてください。ではまた次回お会いしましょう。今日も最後まで見てくださりありがとうございました。それではまた次回、バイバイ。